フ,フは、ベトナム中部の都市で、トゥアティエン・フエ省のショー都である。19世紀から20世紀にかけて、ベトナムに存在していた、県庁の首都に定められていた。フはフランス語風に、ユエと呼ばれることもある。フの漢字名の、順化、トゥアン、ホア、トゥーン・ホアは、14世紀に、陳朝が設置した、順州、カ州に由来する。 二つの行政区画のうち、かつて、笛の町が属していた、歌集のカの漢字音が喧嘩して、町は、笛と呼ばれるようになったと考えられている。フランス植民地時代に、ドゥアンホアを訪れた、外国人は、町を、スイウナ、スイネア、シネアと呼んでいた。一部の歴史的建造物が、ユネスコの世界遺産、文化遺産に、また、宮廷芸能である、ネアニャック、 画学が無形文解散に登録されている。標高15メートル、南シナ海に面する海岸から約16キロメートル離れた内陸部に位置する。安南山脈の死脈が町の背後を囲み、町は丘に囲まれた中石地の上に建てられている。市の中央本川、河江が流れ、北側には棒川、釜江が流れる。笛は、 本川を挟んで旧市街と新市街に分かれており、チャンティエン橋、馬ン橋、フースアン橋、フシュン橋などの橋が新市街と旧市街を結んでいる。9月から11月にかけての雨季にはしばしば本川が増水し、新市街の家屋の1階部分が水没する。1820年に旧市街を囲む城壁が、1904年にはチャンティエン橋が町を襲った洪水によって流された。 笛の郊外には宿泊施設を併設した温泉がいくつか存在する。紀元前111年に全館によって設置された日南軍の主婦は笛近郊に位置すると推定されている。2世紀末に建国された林友、チャンパ王国の首都は笛付近に存在したと推定されている。林友の時代の笛は東南アジア内陸部の物品を中国に出荷する積み出し港として機能していた。 中国の資料に現れるチャンパの地名、カラス霊、カラスザトは、フに否定され、カラスザトには多くのチャム人が住んでいた。聖子、藩士といったチャム人の名家は、フが金属化された後も、名門の地位を保ち続けた。1307年に、北ベトナムの陳朝とチャンパ王国の間に結ばれた協定によって、カラスザトは陳朝に活上されて、 バケ州と解消された。1401年から1402年にかけて、古町は、甲河デルタ地帯の住民を増えに移住さる。1407年に、古町を滅ぼしたアキラがベトナムを支配下に置いた後、陳朝の王族の生き残りは、笛を拠点として、1413年まで民に抵抗を続けた。1558年の元、グエンホアン入場までに、 笛の金属化はほぼ完了していた。15世紀末までの笛は北ベトナムの政権とチャンパ王国の国境に位置する都市に過ぎなかったが、16世紀から始まる南北高層時代に笛は、広南、原始の本拠地とされ、1636年にフシュン、富春、アン都の城が完成する。江南原始の時代の笛は、南シナ海貿易の中心地として繁栄していた。 西山島の乱の時代、1774年に、帝氏、1786年に、西山元氏の玄恵み、玄不見栄が笛を占領した。笛を本拠地とした玄恵みは、北平王を汚し、クアンビンから、廃盤峠に至る地域を支配した。1801年に、玄福栄、吉高三角、ザーロン三角は、笛を制圧し、町を玄町の首都に定めた。 ザーロンミカドは、防盤様式に基づいた星形の城郭を持つ、王城の建設を計画し、1805年に、ザービンに置かれていた、台和殿が笛に移されて、王宮の建設が開始される。現朝時代の笛は、中国的要素が強い北、ベトナムで培われた文化に、南ベトナムのチャンパ文化を取り入れて転していく。元朝第四代、トゥドゥミカドは、 広南、原始の生子、大南誠六政編を編纂させたことで知られるが、建築事業も、代々的に行い、減損する、市内の王宮及び、郊外の帝領は彼によって制された。1883年に増えはフランスによって、占領され、この地で二回にわたって条約が締結された。第二次増条約、パトノートル条約によって、 ベトナムがフランスの保護国とされた後も、元朝の皇帝は第二次世界大戦末期まで笛の宮殿に住み続けた。1945年8月24日に皇帝バオダイは大尉を宣言して笛を去り、元朝は滅亡する、ベトナム8月革命。1963年、ティエンムーデラ、テンバーデラのティッククアンドク、トゥーダムジ、 ジクモリデラのティック・ティュー・ディウラの僧侶が民主化、伝統的仏教の弾圧を行う、ゴディン・ディエム政権に移行して、昇進自殺を行った。1968年のテト構成では1月31日から2月24日にかけて、笛で戦闘が展開され、町は多大な被害を被った。テト包囲戦の中で、およそ2800人の管理、警官、教師、 学生が南ベトナム解放民族戦線の兵士によって殺害された笛虐殺以下の27棒から構成される造下細庫、ガラス細庫が笛の特産品となっている。他、町では精米、製材、繊維、セメント工業が行われている。笛の台所として知られているドンバ市場はコンクリート造りの2階建てのビルで1階では 雑貨屋生鮮食品、2階では衣服が販売されている。1986年の台風で、ドンバ市場は一度は崩壊したが、後に建て直された。ドンバ市場の前のチャンフンダオ通りには、飲食店、電化製品店、雑貨屋などの商店が軒を連ねている。笛の市街地と郊外には、県庁時代の王宮、皇帝病、仏教寺院及び遺跡が多数残されており、 その中の一部は、笛の建造物群として、ユネスコの世界遺産、文化遺産に登録されている。かつて本川北岸、左岸の旧市街、京市には、現庁の官僚と庶民が住み、南岸、右岸の新市街には、フランス人居住区が置かれていた。北の旧市街には、王宮と下町、南側には、観光庁、学校、病院が建てられている。また、 ホテルも新市街に集中して建てられている。旧市街は城壁に囲まれた5番の目状の包茎都市であり、その南側にさらに城壁と堀に囲まれたお宮がある。笛に建てられた現状の建造物群には中国式の建築様式にバロック建築とベトナムの捨て的な建築が取り入れられている点に特徴がある。観光客は船で本川を降りながら、 川沿いに立つ名石を見学するツアーを利用することもできる。笛急市街を囲む城壁は、フランス帰りの建築カレバン北、はじむ文学が設計したものである。城壁内部の建築は、北京の王城の形式に習い、北京の資金城を4分の3に縮小した王宮が、置かている。このため、笛王宮は、中国の王宮の模倣と言われることもある。 王宮の東側には国古館や六部などの館長が置かれていた。現在、王宮は笛遺跡保存センターによって管理されている。城壁は一辺2 2トル、高さ6 6ル、幅2 1ルに及び、外には堀が掘られている。城壁には11の門があり、城壁の建設にあたっては、各地から瓦、木材が集められ、 およそ3万人が動員された。函館市の五両郭と同じフランス式の星型城郭で防板様式と呼ばれる。1968年のテト構成で南ベトナム解放民族戦線と北ベトナム軍が旧市街に立てこもった二笛は戦火に巻き込まれたが城壁は攻撃を耐え抜いた。城壁の外にはなどの本川の通行を監視するための砦が築かれ、 それらの鳥では川の波や嵐に耐えられるよう丸い形をとっている。内部の建物の配置には風水説が取り入れられており、王宮や南の領母の造営にあたっては中国から招聘した風水師の意見が入れられている。王宮の南側には見張り台として使われていたが存在する。 台座の高さは17.4メートル、塔の頂上までの高さは29.59メートルに至る。旗台は、ベトナム戦争や、天災の被害を受けて何度も破壊されたが、1969年に再建された。旗台の左右には九門の大砲が置かれており、右側の四門の大砲は式を、左側の五門の大砲は五行思想を表している。 大砲が実際に使用されることはなかったが、霊的な力によって、王宮を守護する役割を果たしていたとみなされている。王宮地域は縦604メートル、横622メートル、高さ4メートル、厚さ1メートルの城壁で守られている。城壁の外には堀が巡らされ、水量は四方の水門で調節することができる。王宮の建造物の上部は、 ふんだんに使われた陶磁器やガラスの破片で装飾されており、これらの装飾には悪霊の侵入を防ぐ意図もあったと考えられている。屋根瓦の固定に使われている漆喰は建物の装飾にも使用されている。王宮の建築物に代表される現聴建築は、二つの建物をお屋根で結合して一つの建物とし、広い空間を作り出す点に特徴がある。 二つの建物の屋根の間には雨水を流すための溝、トイが設けられているが、ベトナムの集中豪雨をトイだけで処理することは難しく、漏水、木材の腐食が問題になっている。馬門と呼ばれる王宮の正門は、正午になると太陽が門の真上に来るように設計されている。馬門には複数の入り口があり、中央の入り口は皇帝専用の通り道になっていた。 中央の入り口は鉄の柵で閉鎖されているため使用することはできない。馬門が完成した1834年には門の上に木造を2階建て5つの防楼を有するご法楼が建てられ建設当初のご法楼には金箔が貼られていたと言われている。かつて馬門は白ありによる多大な被害を受けていたがユネスコによる修復作業や日本からの援助によって 門の崩壊に対策が施された。笛王宮の馬門も、やはり、北京の至近所に設けられている馬門をモデルにしている。馬門を抜けると、左、駅地と右、駅地に挟まれた道が現れる。池の左側に設けられた空間では、皇帝が騎乗する像と馬が飼われ、右側の空間には、弊社が建てられていた。王宮の中央には、 元朝の政治の中心となっていた大和殿が立ち、大和殿の後方には塀で囲まれた金利、資金城が置かれている。大和殿の大きさは縦30.5メートル、横44メートル、高さ11.8メートルに及ぶ。大和殿の屋根、柱、玉座には皇帝のシンボルである竜があしらわれている。1968年に大和殿は戦火に巻き込まれて全壊したが、 1970年に再建された。大和殿の大広間の中央には皇帝が座る金箔張りの椅子と台座が置かれている。笛の内部と郊外には多くの遺跡が存在する。旧市街の対岸に存在する虎園は直径約20メートルのレンガ造りの円形陶器場でチャム人の遺跡の上に建てられている。虎園は1831年に民間カド在位。 1819年から1840年の命によって造営され、その中では、象と虎の戦いが模様されていた。虎園で戦う象は権力あるいは正義。虎は敵対者の象徴であり、虎の牙と前足の爪はあらかじめ抜かれて象に有利な戦いになるように仕組まれていた。虎園が建てられた理由について定説はなく、儒教思想による皇帝権力の故事、金属による 先住民支配の協調などが理由として挙げられている。町の郊外の南には、南高段、本校の上流の丘陵には、県庁歴代皇帝の寮母が建てられている。元代は、皇帝の寮母の敷地面積は明確にされていなかったが、県庁最後の皇帝である、バオダイミカド、ホタイ帝、在位、1925年から1945年によって、 それぞれの寮母の範囲が定められた。現状の第二代皇帝民慢三角の病は公園とされ市民に憩いの場として親しまれている。皇帝の存命中から建設計画が立てられていた民慢三角の病は自然の地形を活用した構造になっている。民慢三角の病には華美な装飾が施されており中庭に並ぶ像、馬、管理の石像は 死者の霊魂を守るために作られた。両母の敷地には、民間三角の霊廟の他に、皇帝と皇后の遺杯が収められた、高四殿などの建物や水池などが設けられている。浮っきには、敷地内の池に水が流れ込むため、水門を使って池の水量を調節している。洪水や台風の際に、しばしば冠水し、外周壁、敷地内の松が被害を受けた。 民ミカドの霊廟は小高い丘の上に建てられているが、彼の遺体は両母に埋葬されておらず、実際の埋葬場所は明らかになっていない。トゥドックカド在位1847年から1883年の霊廟は、元は別荘として設計された中国様式の建築で、トゥドックカドの死後に墓所として改築された。敷地の中央には大きな湖があり、 小舟の乗り付け場もあることから、在位中に、船遊びや釣りなどに使われていたとされる。海林亭、在位、1916年から1925年の病の遺装には、バロック様式の影響が見られ、病の内部の壁と天井は、磁気やガラスで装飾されている。バロック様式だけでなく、仏教寺院、ヒンドゥー教寺院、キリスト教寺院の特色が見られ、 西洋と東洋の建築様式が混合した建物になっている。内部には金箔が張られた海林亭の銅像が置かれ、像の約9メートル下に皇帝の遺体が安置されている。京内帝在位1840年から1847年の病は小さく皇帝本人の希望によって平は建てられていない。現状の創始者であるザーロンザイ位 1802年から1819年の両母は荒廃した状態に置かれている。他の皇帝の廟と異なり、自然の地形が生かされた構成になっている。ザーロン・ミカドの廟は最も南に位置し、他の両母のおよそ5倍の面積を有する。両母の区画は3つに分けることができ、手前の区域にはザーロン・ミカドの辞席を記した石碑、中央の区域には位牌と片身の品が置かれ、 最も奥の区域にザ・ロン・ミカドの遺体が埋葬されている。多くの寺院が建つ笛の町には、百の寺があるとも言われる。笛の多くの寺院の中でも、チャム人によって作られたレンガの丘の上に建つティエンムー・デラが特に有名である。ティエンムー・デラに置かれている亀の石像の甲羅には、仏典の一節、皇帝の辞席、寺院の建立年などを記した石碑が載せられている。 t m デラの側に建てられているトゥニャン島、ジン島は高さ約21メートルの風水島であり、各層に仏像が安置されている。本堂の裏側には、昇進自殺をしたティッククアンドックが生前に、用していた、オースチン A95 が展示されている。他、1674年建立のバオクオック寺、1959年に、アメリカの援助によって建立されたフエタイ教会、 聖マリア救済協会などの寺院がある。増えた教会は、ヨーロッパのカテドラル建築とベトナムの伝統的な建築様式の両方が取り入れられた建物として知られている。本川沿岸に立つ本チェンデ殿ンは、もともとチャム人がポーナがある女神を祀っていた場所だった。笛の伝統的な家屋の建築様式は、正方形の住居のロイ、ロア、ロイを発展させた、ロング。 ルーング、町屋の方、方の3種類に分けられる。ロイは中部ベトナムの住宅の原型となった建築様式だと推測されており、庶民の家屋だけでなく王族の女性の住居にも採用された。宮殿と伝統的な家屋の加工は基本的には同一の構造であるため、宮殿は大きな家屋に例えられることもある。テ付ン邸宅のルーングはニャーブオン。 電卓とも呼ばれ、かつては、旧貴族、皇族、高級官僚の住居とされていた。小さいながらも豪華な作りがにアーブオンの特徴で、家屋に付随する庭園の面積広く、庭園は、母屋の南側に設置されている。庭園には、ついたて、池、月山、は水池、八重、え、井戸などが設けられている。庭園の随所に植えられた樹木と、花は木陰を作り、 資格を楽しませるだけでなく、祖先への備え物ともなっている。庭園は、ビワ、ティバや草、チャインなどの伝統的な楽器の演奏の場や、武術の稽古の場になっているが、家の持ち主によって、カフェやカラオケに改築された例もある。19世紀のフランスの攻撃で笛は被害を受けたが、町の建築物は20世紀半ばまでほぼ無傷のまま、保たれていた。しかし、 1946年からの第一次、インドシナ戦争で王宮の主要な建物は破壊され、1960年代のベトナム戦争によって、笛の建造物は多大な被害を受ける。ベトナム戦争で王宮の約80%が消失し、馬門、タイワードの県林閣といった少数の建物だけが残った。王宮には弾痕が残り、 戦後の復興期には遺跡に使われていた石材を持ち出して家を建て直す住民もいた。1978年秋に開かれたユネスコ総会で笛遺跡救済のための国際運動プロジェクトが承認されたが同年12月のベトナム軍のカンボジア侵攻によって国際世論からの協力は得られなかった。1984年からベトナム政府は 文化遺産保護運動を推進し、1988年に、笛の建造物群は、歴史的重要性を持つ、記念物に指定された。同1988年12月に、日本の東洋史学者、山本達郎は、自国の外務省に、笛王宮の馬門の保全状況が、危機的な状況にあることを伝え、遺跡の保護を訴えた。当時、東南アジア各国の視察を行っていた。 上智大学アジア文化研究所の文化遺産調査団は外務省の要請を受けて予定を変更し1989年にベトナムを視察し遺跡の状況を報告した調査団の訪問後ハノイの文化省は政府ユネスコ笛現地の関係者を集めて笛遺跡救済のための国際運動作業部会を開催した作業部会において 笛側の出席者からは、ベトナムの厳しい気候と天災、ベトナム戦争によって遺跡の損傷が進んでいることが報告された。同時に損傷に歯止めをかけるための応急処置、政府と国際社会からの資金援助が提案される。ベトナム政府は、笛一体が有用な観光資源になりうると考えていたが、予算の不足のために十分な対策は行われなかった。 1992年に文化遺産保存に本信託基金を通した多国間援助により、初めて国外からの遺跡の保護、修復への援助が実現した。1993年に都市計画と防御機能を備えた首都の恒例、19世紀初頭のベトナム封建王朝の権力の象徴を自由として、府への建造物群、コンプレックス・オブ・ヒュー・モニュメンツ。 アンサンブルデモニュメンツで笛がユネスコの世界遺産に登録される。世界遺産登録後に笛を訪れるベトナム人観光客の数は大きく増加し、1994年に100万人を超えた。比較的新しい笛の建造物群には歴史的に高い価値があるとは言い難いという見方、ベトナムの権力者が抱いていた精神文化を象徴する。 文化遺産として評価する見方がある。考古学的価値がより高いと思われる、ミーソン西域よりも先に、笛の建造物群が登録されたことと、北、ベトナムよりも先に、中部ベトナムの文化遺産が登録された点には、ベトナム政府の政治的意向が関与している、可能性が指摘されている。フォン川には、屋根付の小舟で一生を送る、水上生活者が多く住んでいる。 一つの船には五人から十人の家族が住み、母屋の役割を果たす船の他に、漁や輸送に使う小船を備えている。水上生活者は、川の流れの要所要所に集まって、小さな集落を形成し、その様子は、万の渡し船と呼ばれている。伝統的に、水上生活者は、木造の船を使用していたが、発動機や照明用のバッテリーの導入などの、機械化も進展している。 また、観光客用に校庭が乗っていた流線や大鳥線を建造し、戦場で伝統音楽の演奏を提供する者もいる。笛師当局は、精神生活と文化生活の向上を理由として、水上生活者の陸上への転居を推進している。かつての現状の宮廷では、ニャーニャックく、雅楽などの宮廷音楽が演奏されていたが、 定制の廃止によって一時的に伝統は断絶する。笛の建造物群が世界遺産に登録された後、1994年からユネスコによって笛の無形文化財の調査が進められた。1994年に笛で開催された国際会議で継承者が少なくなりながらも笛の宮廷音楽と祭祀の伝統が細々と存続していることが伝えられ、 各国の研究者からそれらの文化の重要性が指摘された。日本の音楽学研究者らの助力によって、笛芸術大学に宮廷音楽の専攻コースが設置され、継承者の育成が再開される。2003年に、ニャーんにゃく、雅楽、チャウバン、女神祭祀音楽、トゥオン、伝統舞踏が、笛の雅楽、NHNHC 幹部 NH ヒューとして、 ユネスコの無形文化遺産に登録された。また、ニャーにャクをもとにして、カフエ、フエの歌、ダンフエ、フエの演奏といった多くのレパートリーがある地方音楽が生まれた。ベトナムの民族衣装として知られるアオザイとノンバイトーは、フエ発祥の衣装と言われている。ベトナム全土の衣服を統一するため、1828年にアオザイが標準的な衣服に制定された。 笛料理は、唐辛子を使った辛い味付けの料理である。小皿で出される料理や、一口大のものなど、小さくまとまった料理が多い点に特徴があり、米粉を蒸した料理が多い。唐辛子が多用される笛料理の特徴について、笛の先住民族である、チャム人の香辛料を多用する食文化との関連性を推測する意見もある。幻聴時代の宮廷では、カビな料理が強され、 再現された、宮廷料理のフルコースを供するレストランも存在する。宮廷料理のレシピが役人の家庭に伝わり、さらに役人の家庭から庶民に広まって、笛の大衆料理が発展していったと言われている。食費や食材が限られているため、一般の住民の料理は宮廷料理と違って、ごく簡素なものになっている。宮廷料理と、 大衆料理の他に僧侶が食べる精進料理があり、笛の料理はこの3種類に大別することができる。また、その立地上、笛の市場には北ベトナム、南ベトナム両方の料理で使われる食材が並ぶ。笛料理の品目には、文房笛、コムヘン、しじみを使った汁かけご飯などのものがある。バインベオ、バインナムといった水で溶いて蒸した米粉を使った料理には、 唐辛子を多く入れた漬け汁が使われる。宮廷料理には、コムセン、ハスの実入りご飯、一口大の茶葉、揚げ春巻きをパイナップルに刺して盛り付けたものがある。笛名物の菓子としては、緑豆の餡を持ちで包んだ倍数製バ倍ニットデンが知られており、コース料理のデザートとして供されることが多い。笛には、通蔵ーースタジアムが建てられている。笛大学、笛師範大学。 笛科学大学、笛医科大学、笛芸術大学、笛農林大学、笛高等師範学校、笛遠隔地教育センター、ベトナム仏教学院笛校、笛仏教大学、ベトナム文化通信院笛文院、笛文,笛文化人類学研究所などがある。クオックホックは、名門校として知られており、ホーチミン、ボーグエンザップなどの人物を輩出した。クオックホックの正門は、 寺の門に似た形をし、赤く塗られている。ハノイ、ホーチミンを結ぶ、鉄道、自動車道が笛を通る。フバイ国際空港からは、笛とハノイ、ホーチミンを直結する飛行機が運行されている。旧市街の北に位置する、フィアバックバスターミナルからは北、ベトナム駅のバスが、新市街の南に位置する、アンクーバスターミナルからは北ベトナム行のバスが、ドンババスターミナルからは、 笛近郊の街行きのバスが運行されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。